はい、どうもことです。今日はね、ワニマのチャームの解説をしていきます。BPM が125の、チューニングはレギュラーチューニングです。はい、じゃあ早速やっていきます。じゃあね、この部分は全部パワーコードです。ルートの音と5度上の音、この2つだけで。僕はね、オクターブ上の音もいつも足してます。ちょっとね、音圧が欲しいんでやってるんですけど、全然ルートと5度だけでも大丈夫です。はい、じゃあ、またルートの音をフレットで言っていきますので、最初の音が5弦の3フレットのパワーコード、次が6弦の1フレットですね。次が5弦の1フレット、でその次が5弦の6フレットです。その次がルートの音だけ5弦の5フレットに移動します。で4弦薬指はそのままで大丈夫です。はい、基本的にコード進行はこれです。1曲全部通してこのコード進行なんで、多分すぐ覚えられると思うんで。はい、あとはね、右手のストロークパターンが違うだけなんで。はい、じゃあ、イントロ部分の右手のストロークパターンをちょっと解説していきます。最初の2周が、これですね。これはまあ多分大丈夫と思います。でその次が、はい、これ一周でいいんですけど、これがね、結構しっかり右手と左手でミュートして、で3つ目が普通にコードストローク。最後にこれが入ります。はい、じゃあイントロ部分のリードパートやっていきます。ここは全部オクターブ奏法です。ルートの音と1オクターブ上の音、ずっとこれです。これはちょっとゆっくりやるんでお願いします。最初の音が5弦の6フレットですね。ここが5弦の10フレットと13フレットですね。一回弾いてスライドでこんな感じです。じゃあその続きやっていきます。じゃあここもゆっくりやるんで、最初の音が、5弦の3フレットです。はい、じゃあリードパートはそんな感じで、はい、じゃあ AB サビやっていきます。
じゃあこのサビ前までなんですけど、進行は一緒です、イントロと。で、ね、結構ストロークパターンがいろいろ違うところが多いんで、まあ、それはちょっと何回も見直してもらって覚えてもらうんですけど、まあ、特に難しい、まあ、あの最初のあの裏拍ですかね。でこれ押さえ方は、Cm の、まあ、上3弦だけ弾く感じですかね。まあ、ダウンの時にミュートしてアップで弾く。はい、そんな感じです。はい、じゃあ最後サビいきます。はい、基本的には一緒です。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。よかったらね、こちらのボタンクリックでチャンネル登録お願いします。あとよかったらグッドボタンもお願いします。ではまた。